皆さんこんこにちは賃貸管理士に受かる役立てる生かすというタイトルで30分ほどガイダンスの方をさせていただきたいと思います。担当はレックスエニコースの友ですすどうぞよろししくお願いしますさて、えー、それではですね2023年のですね賃貸不動産経営管理士、まあ、講座説明会という,う名目でですね はい今回こちらです。賃貸管理士に受かかるる役立てる生かす、えー、こちらのタイトルで、えー、やっていきたいと思います。えー、レジュメの方ですけれども、はいまあえー、お手元にあるという方はですねこちらのレジュメの方ご準備の方お願いいたします。えー、手元にないという方はですね、まあ、画面の方映し出しながら説明していきますので、まあ、画面を見ながら聞いていただければというふうに思います。さあまずですね ともかくとして2023年、えー、賃貸不動産経営管理士試験はいまあ、こちらについて、えー、見ていきたいと思います。はいまあ、試験ですけれども受験資格なしとかいろいろ書いてありますが今一番大事なのはここですよね。はい試験がいつあるのかということです。試験日時は令和5年11月の19日。 はい、11月19日の日曜日、えー、こちら、まあ、13時から15時まで2時間で行われるということになりますもうこの試験日は確実に押さえておきましょうはい、えー、令和5年11月19日に試験が行われますとで、えー、出題形式はまあ4択のマークシート式、えー、そして50問ですね、えー、50問を解いていくということになっていきますはい、でですね まあ、こちらにいろいろ書いてありますけれども下のところにちょっとデータがありますのでちょっとこのデータの方をご覧ください、えー、データの方を見ながらちょっと見ていきましょうさあ,あ例は1234ということで。 はい、ええー、ねまあ結構申し込み者数も多いですねはい、えー、大体まあね、えー、3万5,000人ぐらいの方が申し込みをしておりますとはいまあ、昨年度はそうですねで、えー、受験者数まあ3万人ぐらいが受験、えー、の会場に足を運びましたとでその中で、ねえー、合格したのはっていうとはい、えー、昨年で言うならば8774名ということで、えー、これぐらいの数の方が合格しておりますよということになりますではですね はい。合格点、何点取れば合格できるんでしょうかって話です。はい。先ほども言いました通おり、ねえー、4択のマークシート50問です。えー、ですので、まあ、50点満点ということになりますけれども、はい、えー。50点満点ということになりますけれども、そのうちの何点取れば受かるんですかっていう話なんですが、そう、年によってですね、 まあ合格点が違うんですね。はい。えー、令和4年は34点,点合格、えー。令和3年は40点合格。えー、令和2年は34点合格ということになりますと。で、実は先ほどね、えーまあ、4択のマークシート50問というふうに言ったんですけれども、実はそれは令和2年からで、令和元年までは、これはあの実は40点合格だったんですね。はい。えー、ですので、 まあちょっとね、えー、今まで、えー、令和元年までは40問の試験だったんですけれども令和2年から50問の試験にまあ試験のね、えー、ちょっと形式が変わりましたよってことになりますので、まあ、ちょっとここはあの単純にね点数の比較はできませんけれどもはい、えー、こちらです合格率というふうにありますが、まあ、合格率もですね はい、えー、まあ36.829.831.527.7ということで、まあ、大体30%前後ぐらいがあここら辺でね続いているかなというそういうお話ですね。はい ただ、これ気をつけていただきたいのは、まあ、その前のところを見るとですね、はいまあ、36.8%、ちょっと高めなんですよね。で、えーまあ、もっと前にあ五十パると、まあ、50%とかですね、えーまあ、半分ぐらいの人が受かっていたよという、まあ、そういう時代もあります。えー、ですので、まあ、ちょっと前までは、えー、50%ぐらいの合格率、それが、まあ、36%にまで、えー、下がってきて、でそして今はまあ大体30%前後ぐらいにまで下がってきている とということになります。でですねこれ、えー、気をつけていただきたいのは何かというとそうまあ50%台の合格、ねえー、率だった時がいきなりまあこの36.8%でガッと落ちましたってね合格率をこう、ね、下げてきましたって言った時に特にアナウンスはなかったんですよ。 えーえーね、あの試験の前に、えーえー「今年からちょっと合格率を下げますよ」なんてそんなアナウンスはなかったんですね。で、まあ、ここの場合もそうですはい、えー、こっちもね、えーまあ、30%ぐらいまでパッと下げた時も別に特にアナウンスはなかったんですよ。えー、いきなり「はい、今年は29.8%です」お「結構低いな」みたいな感じだったんですね。とするならばまあ3年間30%前後が続いていますがそれは じゃあねえ令和5年の試験が合格率30%前後であるという確証はどこにもないんですね。そう、もしかしたら令和5年で例えばこれが20%前後まで下げられる可能性もまあゼロではないわけですよ。なので、 何にせよちょっとどうなるかわからないというところがありますがまあ年々下げていってるってところから考えると、まあ、令和5年にいきなりじゃあね今年はじゃあまあ50%ぐらい合格出そうとかそういうことはまああんまり考えられないよね。なのでこの現状維持かもしくはもうちょっと厳しくなるかのどちらかだというふうに考えておく必要があると思います。 はい、えー、こう考えてみるとですね考えてみてくださいそう50%前ンの時ってねその時受けとけばよかったなって思いませんええー、ねそのぐらいだったらもうね50%ぐらいですから結構高めの合格率だったわけですよはいそれがどん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 難しくなっていってねでしかもまあ今後さらに難しくなっていくことはまあ容易に想像ができますそれは当然のことながらね、はいまあ、だって年々こうやって下げてきてるわけですからまあえー、ね 下がることはあってももう上がることはないでしょうからそういう意味ではどうなるのかっていう話になってくるとそう令和5年に受かっておいた方がいいですよね。 そう令和6年はさらに難しくなるっていう可能性がありますのでなのでやっぱりもう早めに合格をね、えー、取っておくこれはもう是非ものだと思っておいてくださいはいもう後に行けば後に行くほどどん,どん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 難しくなっていく、えー、まあもうこれは別に賃貸不動産経営管理士だけではなくて、まあ、試験って大体結構そういうもので最初は結構合格率が高めだったんだけど、まあ、どん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 合格率をこう絞り込んでいくよっていうのはまあどの試験でも結構あることですので、まあ、賃貸不動産経営管理士も 同じ傾向だろうと考えるならばもう本当に令和5年、はい、今年受かりましょうねえー、そういうふうにもう決めるしかないですよはい令和6年令和7年どん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 難しくなっていくるはずですから今年ちゃんと決めていこうということになるわけですねさあそれではですよね皆さん 賃貸不動産経営管理士試験っていうのがまあなるほど11月の19日に行われるとああそれは分かりました、えーね。受けに行ったら、えー、4択のマークシートを50問2時間で解けばいいああそれは分かりましたと。えー、で大体まあこのぐらいの合格率をとって、まあ、上位3割ぐらいに入れば合格できるはいまあ大体そこは分かりました。 で、じゃあ何になるんですか？って話ですよね。そうはい、じゃあ、賃貸不動産経営管理士試験に受かりました。で、ね、え、受かったらじゃあどうなるの？っていう話になってくると思うんですよね。はい、それが、えー、次の2ページ目のところを見ていきたいと思います。はい、じゃあ受かったらどうなるんですか？って話なんですけれども、はい、実はですね。業務管理者というものになることができるんですね。 はいい、えー、業務管理者ととうものになることができますそれどういうことかというとですねそう、えー、この賃貸住宅管理業法という法律が新しく施行されましてでその、ね、法律の中で、はい、その管理業法の中でじゃあね、えー、賃貸住宅の管理業者、ね、管理業を営むそういう業者は業務管理者と呼ばれる人をはい え営業所または事務所ごとに1人以上選任して、はいえー、ちゃんと、ねえー、その一定の事項について管理及び監督を行わせ,、えー、行わせなければならないと、えー、いうことになったわけです。つまり、まあ、って言ってるべき言うならば、えー、業者さんと、えーねえー、業務やりたいんだったらば業務管理者と呼ばれる人間を、えー、ちゃんと1人置いておいてくださいねそうじゃないとダメですよっていうふうにしたわけです。つまり そう管理業者にこの業務管理者を置かなければいけないそしてその業務管理者に賃貸不動産経営管理士がなれるということになるわけなんですね。 はい、えー、なので賃貸不動産経営管理士になると、えー、業務管理者になれるで業務管理者になったらばそう設置義務が一応ありますのでまあそういう意味では就職上有利だよねっていうことにもなりますしはい、まあ、業務管理者になれるっていうところからまあやっぱりメリットがあるよねって話になるわけなんですがじゃあその業務管理者になるにはどうすればいいんですかって話になりますよねそれがですね。 えー、4ページのところ見てもらえますかね。はい、えー、4ページのところにですね、業務管理者の要件を満たすまでの流れというふうに書いてあります。えー、こちらなんですけれども、はいまあ、ちょっとね、えー、このページ、えー、縦横逆になってるんで、はい、えー、ちょっと見ていただきたいんですけれども、はいまずですね、えー、ルートが2つありますよということになります。えー、まず、賃貸不動産経営管理士ルートというルートと、えー、こちら、まあ、宅建士ルートというですねこの2つがありますと。 ね、で真ん中のところは、まあ、あまり関係ないかなというところで上と、まあ、下のところですけども、はいえーまあ、一番上のところを見てまいりましょうか一番上のところを見ますとじゃあ賃貸不動産経営管理士ルートどうやって業務管理者になるんですかというとまずは試験を受けるですよね。 はい、えー、試験はいつあったんですったっけそうですねはい11月の19日に行われるこの賃貸不動産経営管理士試験を受けてそして合格をしていただくね、えー、合格をするとですねはい今度は実務経験をお持ちですかってことになりますそう管理業務に関する2年以上の実務経験これがあれば、えー、そのままはい、えー、賃貸不動産経営管理士として登録しますよあ実務経験ないですか なければ実務講習というものがありますので、はいえー、こちらの講習を受けてくださいということになります。で講習を受けて、えーねはいえー、登録という形になりますよということになります。そして、はい、賃貸不動産経営管理士のお登録をしましたって言ったらば、はいえー、あなたは業務管理者になれますよということになるわけですね。なので まあ、この試験を受けていただいて合格をしていただきそして、まあ、実務経験がない方は講師を受け、まあ、実務経験がある方はそのまま登録をしていただきそして、えー、登録が終われば業務管理者になれるということなんですね。はいであれ別のルートもあるんですよねそうです賃貸不動産経営管理士試験を受けない、えー、ルートもあるんですよねあります。そそれがその下にあるところですね はい、えー。宅建士ルートというものがありますと。とはいえー、宅建士ルート宅建士になってる方はあって話です。はい、えー。宅建士の方はですね。はい、実務経験ありますか？ってことでえー、まあ、実務経験があるなしとありますけども、実務経験がないんだったら、まあ、実務講習というものを終了してくださいと。とで、そうすると、この賃貸住宅管理業業務管理職。 講習というですね、はいえー、賃貸住宅管管理理業業務管理者講習というですねこの講習を受けることができますと、はい、でこの講習を受けていただくと業務管理者の要件を満たすことになりますので業務管理者になれますよっていうことになるわけですねはいですのでまあ卓研をお持ちの方はこっちのルートもありますよっていう話になるわけですさあそうすると皆さんはいここで考えることがありますよねそう何かというと「いやー先生と」 私はは試験に、ね、受かってんですよだったらば、ええ、こっちのルートで、ええ、もう宅研証も持ってるのでこっちのルートで業務コンディションになれるのってこの試験受ける必要ないんじゃないですかねっていうふうに思う方いらっしゃいませんかってことなんですね。 はい、でこれはですね、まあ、これからお話しする内容に関しましては、えーまあ、あくまで推測の域になりますので、まあ、これから実はどうなるかはわからないんですが、はいえー、推測として、えーねえー、お話をしますが考えてみてください、はい、先ほどのページ戻ります2ページに戻りますけれども皆さん考えてみてください 賃貸住宅管理業法で別にこんな業務管理者とかってやらずにそうね賃貸住宅管理業を行う人間は賃貸不動産経営管理士を一人置きましょうっていうそういうルールにしとけばよかったと思いませんそううなんんででわざわざざ業務管理者という別のものもを作ったんでしょうっていうね。 はいまあ、その意図はね、まあ、それはあのもう公にされてるわけではないので何とも言えませんけれども、はい、一番、ね、考えられる理由としては何かって言ったらば賃貸不動産経営理士まだ新しめの資格です、えー、ですので、まあ、やっぱりその、ね、資格を持ってる人が。 そんなにいるわけではないと、えー、なので、まあ、圧倒的に数が足りないっていう状況になるわけですよね、えー、数が足りないので、賃貸不動産経営管理士を1人余計っていう風になっていくと。そう、数が足りないので。 これ破綻してしまう可能性ががあるわけですよねこのルールー自体がえうちの業者置けませんいませんうちの業者も置けませんいませんっていうことになってしまうとそれはやっぱりねえあの制度として、ね、成り立たなくなってしまうのでそう賃貸不動産経営管理者を1人置けって言いたいんだけども言えないっていうことでそう暫定的に業務管理者というものを設定してそしてそ,うその業務管理者を置きましょうというルールにした。 こういうふうに考えられませんか。そう、そして今もね毎年毎年賃貸不動産経営管理士試験を行っていますと、で行っている。 とするならば毎年賃貸不動産経営管理士は新たに生まれてくるはずですよね。そうね、えー、少なくともまあ毎年ね、えー、約1万人ぐらいはね、えー、毎年こうで賃貸不動産経営管理士が増えてくるっていう計算になりますよね。でそしてある程度賃貸不動産経営管理士の数が増えたならばこの業務管理者という制度をいきなりやめるという可能性も あり得ますよねそう業務管理者ね、今まで業務管理者ってことにしましたけども賃貸不動産経営管理士の数が足りてきましたので、はい、業務管理者の制度を廃止しますと、ねね、これからは賃貸不動産経営管理士を置きましょうみたいな感じで法律を改正する可能性は十分あるわけですよ。そうつまりそういうふうに切り替わってしまった場合に考えてみてください。た 立憲ルートだけの方は、そう、賃貸不動産経営管理士を受けてない方は、業務管理者には確かになれるかもしれないんですが、ここ、注意のところに、はい、これね、えー、あのー、協議会のホームページから引用してますので、はい、ね、えー、まあ、協議会自体がこういうふうに言ってるわけです。そう、あくまで、宅建氏ルートの場合は、 賃貸不動産経営管理士の資格は取得でできないといとうふうに言ってるわけですよねそうつまり明確に賃貸不動産経営管理士ではありませんというふうに言ってるわけですよ。とするならばですよ。とするならばですよ。そう業務管理者というふうにしていた時にはこのねこっちのルートでえー、まあ業務管理者になった人もまあそれはね仕事できるっていうことになりますけれどもそう。 ある時に賃貸不動産経営管理士というふうに切り替わったとしたならばこっちの下のルートの人はそうあくまでね宅建築ルートの場合賃貸不動産経営管理士にはなれないわけですから資格は取得できないわけですからそうその時に新たに試験を受けるしかなくなっちゃいますよね。ってことになるわけですよ。そう新たに試験を受けけるししかなくなくってしまうわけですそして先ほど言いました。 それが令和何年になるかは分かりませんがそ,う、ね、その時には賃貸不動産経営管理士試験はものすごく難しくなってるって可能性もありえますよね。それこそ、ねええー、合格率が20%ぐらいになってるっていうそういう可能性だって十分考えられるわけです。そうなので、 まあ、宅検士しか持ってないという方も、まあ、今後しばらくはできるでしょうしまあ今の話はすべて仮定の話ではあるわけなんでそうだとしたら、まあまあね、えーまあ、賃貸不動産経営管理士を受けないという選択も、まあ、それはありなのかもしれないわけですけれどもでも状況が。 そうわざわざ業務管理者という別のねものを立ててあくまで「宅検誌ルートの場合は賃貸不動産経営管理士の資格は持てないよ」というわざわざ注意書きも書きその状況全てが近い将来賃貸不動産経営管理士に切り替えようとしている準備だっていうふうに見る方が自然ですよね。 ということになりますので、まあえー、直近すぐ、ね、何か問題があるかどうかは分かんないかもしれませんけれども将来的にこちらの方は、えー、業務ができなくなるっていう状況になるでその時に賃貸不動産経過に試験を受けるってなるともう本当に受かりにくいよっていう形になるわけですからそうやっぱり今年ね、えー、宅建築持ってるって方もですね なるべく早くこちらの試験にも合格をしておく方がまあ後々慌てないで済みますよねっていうそういうお話になってくるわけですよ。はい、だもんですので皆さん今年受かっていきましょうということになるわけです。はい、で、まあ、業務管理者になれましたよというふうになったならば、まあ、2ページ戻りますけれども。 はい、まあね、えー、いろんなことが、えー、ね、えー、行われますということになるわけです。はい、でね、えー、まあ賃貸不動産経営管理者が業務管理者として行う事務もこういうものがありますよと。ねえー、でそれからね、はい、こちら、ねえー、管理業者内での中心的な役割を果たすことが求められますというふうにも書いてありますし、はいね、3ページ目のところには。 ね、まあやっぱりこの賃貸不動産経営管理士など専門的知識及び経験を有する者によっていろいろ業務を行うことがいいよねっていう形になるわけですからそうねえーまあ、やっぱりこの管理業をやるにあたってこの賃貸不動産経営管理士というものはまあやっぱり是非ものの資格であるというふうに思っておいた方がいいというふうになると思います。 ではですね、はいまあねあねのこの管理業に関してはね5ページ、6ページ目もあるのでまあ、えー、時間があるときにも見ていただきたいわけなんですがはいいページ目いきますさあじゃあね、えー、皆さん、まあ、ここまででとりあえず、あ 賃貸不動産経営管理士、今年ね、えー、受かっっいいたた方が無難だななととう風になったとします。じゃあこの賃貸不動産経営管理士試験、ね、全部で50問ありますがどんなものが出てくるんですかという話になるんですけども、えー、2022年度こんな感じで出てきましたよーってことでまずはまあ賃貸借関係のね、まあ、その民法の賃貸借のルールとか借地借家法とかね、まあ、あとはその,その他のちょっと民法の論点とかそういったものが、えー、2022年は8問出題されました。 はいえーまあ、宅建試験との親和性も高いって書いてありますけども、まあ、宅建試験と、ね、結構共通している範囲ですよ。でそれから、えー、こちら管理住宅サブリースこれはいわゆるそ賃貸住宅管理業法というその法律に基づくものですね。えー、それがですね11問と8問そう19問取材されています。つまり えー、もう室題の半分弱が、えー、もうこの管理業法ということになるわけですね。えー、ですので、はい、この管理業法というものが、まあ、まずメインとして結構出てくるよ。でそれから えー、管理実務金銭管理とかですね、えー、こういったお話がですね12問出てきますよということになりますまあここら辺もね、えー、結構こう「丸とかって「二重丸」とかって書いてありますけどもこれ宅検試験との親和性ってて書いてあります、まあ、要するにまあ卓研試験の勉強してる人はね、えー、そのままその知識を持ってこれるかどうかっていうところにかかってくるわけですけれどもまあここら辺は結構宅研とも,もう結構かぶりも多いので、まあ、宅研試験で勉強した内容を、まあ、そのままねスライドして とととしててて持っっくるってこともできますとで管理業法は「まあえーね、宅建試験との「すみません丸って書いてあるのはあのこれ何かというとですね、まあ、この賃貸住宅管理業法が、まあ、結構あの宅建業法というものと、まあ、結構、まあ、似てたりする部分はあるんですよ。まあ、怖いのは似てるけれどもちょっと違うところがあるっていうのはちょっと怖いんですけども、まあ、結構似てるところがあるので、えーまあ、そこら辺とつきやすいでしょうってことになるわけです。 でそれから、えー、管理実務金銭管理、まあ、こういったものもね、えー、まあ親和性があるものと、まあ、ないものまあ実はこの業務関連法令の中に宅建業法ってのもあってあの宅建業法も出題、まあ、されるので、まあ、そこは親和性抜群でしょうと、えー、ただ、まあ、宅建試験ではあまりお目にかからないよっていうそういう部分も結構あったりします。 で、それから維持保全ですね。まあ、ここら辺はやっぱり、宅建試験とはそんなにね、親、え、和、ー、性はないだろうと。まあ、やっぱりね、宅建っていうのは宅、宅地建物取引士、まあ、取引のね、えー、専門家ってことになりますから、はい、えー、それに対して、賃貸不動産経営管理士は、管理の方の専門家ってことになりますので、まあ、建物のね、管理とかするときに、そう、建物の、 設備の話について、まあやっぱり知っておかないとまずいよねっていうそういうお話にはなるわけですよね、えー。そういった設備とかそういったお話っていうのはまああまり宅建試験ではお目にかからないところになりますので、まあここを集中して勉強する必要が出てくるよねっていうそういうお話になってくるわけですよ。はい。で、まあ考えてみればですよ。まあ先ほどね、えー、宅建士だとしてもまあ業務管理者にはなれますよって話ですけれども、まあやっぱり 管理業をやるにあたって自分が管理する建物の、まあ、設備について、まあ、やっぱり何も答えられないっていう風になってくるとやっぱりまあそこら辺はねあまりよろしくはないよねって話になるのでやっぱり、宅建受かってるって方もね、えー、こういう設備とかをちゃんと勉強していってその建物に関する、まあ、ある程度最低限の知識っていうものはちゃんと持てるようにしておいた方が、まあ、やっぱりその業務をやる上でも絶対いいと思いますからね。はいでですので まあ、宅研持ってるって方もですね、えー、今年しっかりね、えー、勉強していけばいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでですねじゃあまあ、えー、宅研ね、えー、まあ、持ってるけれどもまあ賃貸不動産経営管理士も受けてみようかな。ねまあ、もしくはね、えー、いや宅研っていうのもよくわかんないけどまあとりあえずなんか賃貸不動産経営管理士ってやつからまあちょっと頑張ってみようかな。ね。えー、まあいろいろ思ったかもしれませんけれども、まあ、とりあえず 勉強頑張ってみようというふうに思ったときに、まあねどうやって勉強していくのかっていうそういうお話になってくるわけです。で、そうしたときに。 まあ、独学でやるっていうやり方もあるでしょうし、まあ、スクールに通うという、えー、そういうやり方もあると思います。と、えー、いうことなんですけれども、まあね、今ちょっとこう、手元にね、えー、このレックのね、パンフレットがあるんですけれども、まあね、えー、どういうふうに勉強していけばいいのかっていうところをですね、まあ、それをちょっとね、えー、見ていきましょうということなんですけれども、えー、まあ、実はですね、はい、まあ、レックの賃貸不動産経営管理士、まあ、こちらの講座なんですけれども、あの、コースがですね、 3つあります、はいえー、合格フルパック合格スタンダードパック合格プライムパックというですね、えーまあ、この3種類あるんですけれども、えー、実はまあ大きく分けるとですね大きくまあ分類をすると、えー、このフルパックスタンダードパックとプライムパックでまあ大きく分かれるというふうに思っておいてください。 こ,うこここでで大きくこう壁がある、えー、そういうい感じですねっちのグループとこっちのグループという形で分かれてるんですけどもこれどういう分かれ方してるんですかって言ったらばまああの先ほど卓球試験との親和性がどうのこうのっていう話をしたじゃないですか。えー、宅建試験とののの性がどうのこうのそうこそつまり卓球試験で勉強した内容そのままね持ってこれるよっていう話をしたと思いますがそう。 えー、こちらの合格プライムパックというのは、えー、今年、宅建試験を受験している人向けの講座になります。つまり、えー、宅建試験までは宅建試験の勉強に集中していただいて、そして、宅建試験が終わったもうその直後から、えー、賃貸不動産経営管理士の勉強をしていこうというですね、そういう人のためのクラスということになります。なので、宅建試験で勉強したところを全部パーンとっ飛ばします、えー。これ宅建でやったよね、これ宅建でやったよね、みたいなね、えー、宅建でやったところに関しては全部パンパンパン とはしょりながら、えー、宅検と違うところをですね、えー、やっていくということになります、えー、ですのでまああのー、今年宅検試験も同時に受験している人向けの講座ということになるわけですね、えー、それに対してこちら まあこちらは結構早めにスタートをしましてその卓研試験を受験していない人前提、えー、つまりまあいや卓研はちょっとね全然なじみがないのでその卓研試験の範囲を省略されるとそれ何が何だか分かんなくなるんですよねと、えー、もう本当に0から1から全部やりたいんですっていうことはもう絶対こっちと、えー、いう形でそういう感じで分かれてるというふうに思っておいてください。はい、とするならばですよ 考えてみると、例えばじゃあ、えー、フルパック、スタンダードパック、プライムパックというふうにありますが、はい、まあちょっと中身めくってみるとですね、はい、まあこういろいろ載ってるんですけども、例えば合格フルパックで言うならば、はい、まあね、えー、6月、7月ぐらいからね、えー、講義が始まりますね。はい。で、スタンダードパックだと、えー、あ、ちとっと。 えー、スタンダードパックっていう形だと、はいえー、こちらだとたい7月8月ぐらいから始まりますよねってことになります。とするならばそう、まあ、もしね、えー、皆さんだけでまあ独学でやりたいみたいな感じで、えー、思ってるらっしゃる方はですね、まあ、スクールでこの時期に開校してるんですよ。でスクールっていうのは効率を重視してます。えー、つまり まあ何て言うんですかね、えーまあ、正しいね、えー、ルートをちゃんとこちらが提示した上でここの部分を歩いてきてくださいねっていうふうに、えー、言ってるわけです。それでこの時期からです。まあ独学だったらもうちょっと早く始めた方がいいでしょうねって話になりますのでまあやっぱりね、えー、これのまあ1ヶ月2ヶ月ぐらいはちょっと前倒ししとくのがまあ理想といえば理想です。 プライムパック、えー、こちらに関しては、まあ、先ほども言いました通り宅研試験の受験者向けということになりましてそう、えー、宅研試験の範囲を全部バーッと省略しながら、ねえー、違う部分だけをやっていきますということで実はこれ開校するのがですね宅研試験の後ですなので、えー、こちらプライムパックの場合は、まあ、23年度宅研試験を受験される方は宅研試験の受験対策に集中してくださいというふうに書いてありますね。あの、 これよくね、卓研試験の後から勉強するんで間に合うんですかっていう質問結構来るんですけども、あの、これに対する答えは、このおね、卓研試験の日付までに、卓研試験の合格レベルに達してるのであれば大丈夫だと思います。はい。えー、つまり、こっから先に、ちょっと卓研の範囲までもまた勉強しなければいけない、プラス賃貸不動産経過理士の範囲も勉強するってなると、それはちょっと厳しいんじゃないかなっていうのが正直な話なので、そう。え卓、ー、試験までは本当に卓研試験のことで集中してもらって、でそして、 ね、それ以外の分野をバーンと卓球試験の後にやるっていうのだったは、まあえー、まあ今ならまだま何とか間に合うんじゃないかなっていうね、えー、そういうものだという風なあ認識を持っておいてください。でですねこれレックの講座の何がすごいのかって話なんですけどもこれね えーまあ、収録担当実は全部私が担当してるんですけどもこの合格スタンダードパックだと、えー、ここの、ね、合格スタンダード講座っていうのが全部で13回あるんですね。で、えー、こちらプライムパックだと、えー、これが7回に圧縮されますと。 ねまあ、あのここら辺は同じ講座なんですけどこっちね、えー、インプットの講座がですね、えーま、回数が違ってますよねなんでですかって言ったらばそうさっきも言ったとおり、はいまあ、合格スタンダード講座は、えーまあ、宅検試験を受けてないことが前提ですので本当に全部の範囲ゼロから説明していく。えー、それに対して はいえー、プライム講座だと宅球試験と共通している範囲は全部ね、えー、すっ飛ばして、えー、解説していくだから、えー、すっ飛ばした結果7回で終わるよねっていうそういうお話になってくるわけなんですけれどもこれねはい、えー、スタンダード講座とプライム講座というふうにあった時にまあ実はこれ、えー、別個収録をしています、えー、別個収録をしていますこれは、えー、どういうことかと言いますと実は宅球試験と、まあ、範囲が、えー、重複するものと重複するものと えー、似てるけど違うって部分とはい、えー、全く、えー、ね、えー、違うものと3種類あるわけですよね、えー、だから宅検試験と重複してる部分は全部カットすることができますよねこのプライムコ座ってはい、まあ、違うものはちゃんとやる必要がありますよねってことなんです問題はここの扱い方なんです似てるけども違うって場合です これって似てるけども違うって場合ってそうゼロから学習するんだったらば宅球試験のことを知らないわけですから宅球試験ではねえとか言われてもんって話になるわけじゃないですかいや宅球のことを知らないです。そうなので、えー、似てるけども違う分野に関しては、えーねまあ、そのスタンダード講座の方は本当にあの、ね、似てるけど違うっていうことを意識せずにこういうのですよっていう形で教えるしかない。ただ プライムの場合似てるけど違う、そう、そ宅研試験受験者の場合は似てるけども違うってことは混乱する可能性もあるけど宅研だったらこうだったのがこうなるからねっていう比較でやらなければいけないわけですよね。つまり、ここの部分を、 同じ講座ではなかなかできないんですよ。え実はえ。だけども、まあやっぱりね、これあの例えばそのスタンダード講座が十三回あって、でその中のじゃあ例えばえこれをね七回分だけが、えー、卓見試験と違うから、はい、スタンダード講座の中から切り抜きでお届けしますだとここの分野のカバーができないんです。なので実はこのプライム講座全部収録し直しになってます。はい。えー、収録し直して、えー、やっています。まあやっぱりだからこそこう似てるけど違う部 部分を、まあ、宅検試験とと比較しなががら説明するることができるっていうのが、まあ、プライム講座の、まあ、やっぱり一番特徴になりますね。えー、ですので、まあ、こういう感じでね、えー、いくつかの、まあ、講座ありますので、えーまあ、見ていただければなっていう感じになります。で問題はね「あのいや過去宅研受けたんだけどもうすっからかんに忘れてるっていうね、えー、そういう方はどちらなんですか?」ってったら「そういう方はこっちの方がいいです」。 はい、もうすっからかに忘れてるのであればね、はいえー、だって宅犬でやったことがはしょられるわけですから、えー、だから去年の合格だったらまだなんとかプライムでなんとかついていけるかなって感じですね一昨年とかだったらもう完全に忘却でしょうからえ一昨年達犬受かりましたとか言うんだったらもうこっちを選択しておいた方がいいんじゃないかなというふうには思いますけどもねまあそこら辺はね はいえーまあ、今ご自身がその卓研試験の内容をどのぐらい記憶してるのかって感じですね。だからもう卓研とか全然受けたことない、うん、とりあえずもう卓研も別に欲しいわけじゃない賃貸不動産経営管理士だけが欲しいんだって方はもう数にこっちっていうね、えー、そういう感じで、えーねえー、用途によって、えーまあ、あのいろんなコースがありますので、まあ、ご自身に合ったコースを選択していただけるといいんじゃないかな。で、まあ、同時に、まあ、もし独学でやりたいというのであるならば、まあ、こういうところをちょっと参考にしながらね卓研と被ってるところはまあ なががら勉強してた方が効率いいのかとかとね、えー、そういったところもまあ独学の方はまあ今の情報からつか、えー、み取っていただければというふうに思います。はいということでですね、えーまあ、30分ほどではありましたけれどもはい、えーまあ「賃貸不動産経営理士講座説明会」ということでですね、えー、お話をさせていただきました。はい、まあね、えー、こんな話聞いてねあじゃあ今年賃貸不動産経営理士取りたいなっていう思った方はですね、えー、まあぜひね、えー 今年、えー、絶対取れるように、まあ、いつ本当にね難しくなるか分かりません。はい、えー。ですので、なるべく早くっていうのがもう鉄則ですので、えー、ぜひぜひ今年合格、えー、できるように頑張ってやってください。はい。えー、そしてね、あの、 まあ、レックの講座を、えーねえー、選択されると、まあ、あの、収録担当講師、えー、私になっていますので、まあ、またね、あの、画面上の方でお会いできることを楽しみにしております。それではですね、えー、30分ほどではありましたけれども、えー、ガイダンスの方を終了させていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは皆さん、頑張ってください。